皆さんおはようございます。久しぶりの投稿になってしまい申し訳ございませんでした。飼い主はバタバタと忙しい毎日を送っていましたが、猫たちは相変わらず元気にまったり過ごしてます。さてさて、早いもので今日から4月ですね。新年度になってあと1週間ぐらいはバタバタ忙しい毎日が続きますが、動画投稿も頑張っていきたいと思います。告知できたりできなかったりはありますが、またライブ配信もしていきたいと思ってます。ということで、4月もどうぞニョンニャンズをよろしくお願いいたします。そんなわけで今日は木曜日です。今日も皆さん元気に一日頑張っていきましょうね。そして皆さんにとって素敵な一日でありますように。今朝のニョンニャンズの様子をお届けしながら朝のご挨拶でした。毛づくろいハチくんです。今日も念入りですね。